はい、どうも皆さん、こんにちは。山添と申します。こんにちは。はい、ということで、今回ですね、タイトルとサムネにもあると思うんですけれども、ご報告があるんですけども、ちょっとね、聞いてほしいっていうか、まあ、ちょっとね、皆さんには、いつも見てくださってる皆さんにはね、報告しなければいけないんじゃないかなと思ったので、ちょっとある報告があるんですけど、今これ、現在今、チャプター84ですね。84まで来ました。で、何を報告するのかっていうところですね。あと、私、山猿ですね、YouTube の収益化が、できそうっていうか、まあ、多分今のところできてると思うんですけど、できるようになりました。ありがとうございます、本当に皆さん。いつもね、本当に見てくださってる皆さんのおかげで、僕がね、収益化できそうなので、本当にね、いつも感謝しかないです、本当に。ありがとうございます、いつも見てくださって、こんな動画なんですけども、一応ね、まあ結構前々からっていうかね、俺山猿でやる前からね、まあなんかやってたんですよ、一応。あれを YouTube 活動、昔っていうか結構ね、やってたんですよ。いっちゃん最初にやったのがモンストのゲーム実況やってたんですよね。まあ、多分この山猿チャンネルだってからいっちゃん最初に上がってるのがモンストだと思うんですけど、モンストの動画を結構やったんですよ、俺。で、まあ、モンストも、まあ、モンストでね、まあ、当時は、何年前かな、俺、4年前くらいから、このチャンネル開設してるんですけど、まあ、最初はモンストやってて、で、まあ、モンストってさ、やっぱ、あれなんですよね、まあ、もうすでに有名実況者さんとか いたから、そう、まあ一応伸びはしてたんだけど、まあ、やっぱチャンネル登録者数っていうのはそんなの伸びてなくて、まあまあ別にね、俺見るぐらいだったらその有名の人見るじゃんっていう話になるから、まあそれはそうなんですけどで、まあモンストの動画をね、まあやってはいたんですよ。1年くらいやってたかな、多分。一応ちょいちょいでショート動画でね、まあ結構ちょいバズりしてた時期があったんですけど、なんか70万再生ぐらいしてた時とかもあるんで、まあ、ちょいちょいバズりあって、で、まあ、そっから、まあ、チャンネル登録者さんが、まあ、600人、700人くらいまで増えたんですよ。で、でもまあ、やっぱモンスト、じゃあ俺やっぱ、もう他の大手の人たちには絶対勝てないと思ったんで、一回やめたんですよ、モンストを。で、次何しようかなってなった時に、俺ね、なんでゲーム実況しようかなって思ったかっていうとですね、まあゲーム好きだし、でゲーム実況で一番最初に見てた人が知ってる人は知ってると思うんですけど、マインクラフトのこれ名前出していいのかな、名前出していいのかわかんないですけど、ちょっと名前出しますね、とりあえず。すいません、ごめんなさい。赤髪のトモさんっていう人をね、最初めっちゃ見てたんですよ、僕は。今はそんな見てないんですけど赤髪のトモさんっていうマインクラフトの動画もう、まあ、めっちゃ見てて、俺それで、うわ、ゲーム実況してみてえなって、俺ゲーム好きだし、ってなって、やってたんですよ。ただ俺、マインクラフトを見てたんですけど、マインクラフトの知識はそんなにないんで、なんかないかなって思ってて、で、まあ、で、モンスト、やってたから、ああ、じゃあモンストのゲーム実況撮ろうかなって思ってやったのが、その原点なんですよ、とりあえず。で、正直俺、顔出しするしないは、わかんなかったんですよね。どっちにしようかなーと思って。どっちにしようかなーって思ってて、まあ一応でも、まあしない方が一応その、バレないっていうか、なんかね、いろいろ顔出しするとバレたりするじゃないですか。だから最初はね、出さずにやろうかなと思ってたんですよ。はい。なんだけど、まあ、さらにね、またそっから数年、赤髪のトモさんの動画から数年たち、で、俺のこのスタイルにたどり着いた人がいるんですけども、まあ、これもちょっと名前言っちゃうんですけど、これ、サワヤンゲームズさんですね。はい。サワヤンゲームズさんの動画を見て、で、マリオカートやってるじゃないですか、あの人たち。やってたから、あ、じゃあ俺もなんかスイッチの、もうモンストもう無理だから、なんかスイッチ系のなんか、やつ撮ろうかなって思って、ただ、マリオカートはもう、まあね、まあ、その方がもうやってる、もう、プロっていうか、まあ、その、先駆者だから、まあ、先駆者でもないのかもしれないですけど、まあまあ、その人が一時代を築いたと言っても過言ではないんで、マリオカートに関しては。よいしょ。なので、まあ、じゃあ、なんか他、別になんか、まあ、有名なゲームなんだけど、あんまりそんな
超有名な YouTuber いないよねっていうので、俺スプラトゥーンを選んだんですよ。スプラトゥーン2を選んでゲーム実況したんですよ。このダダサバイバーを始める前の半年ぐらい前までやったんですよ。2021年の後半くらいまではやってたんですよ、スプラトゥーンの動画を。だけど俺そんな上手くないから勝てないんですよ。勝てないし、まあ好き、まあ、スプラトゥーン楽しいっちゃ楽しいんですけど、まあまあ言ってそんな上手くないし、そんなにランク、S プラスとか S とかっていうそのあのランクもなかなか上がんなくて、まあ、ちょっと悩んでたんですよ。まあ一応顔も出しつつね、一応やってたんで、一応ダダサバイバーで初顔出しじゃないんですよ、正直。で、まあスプラもスプラでもちょっとやっぱアプリゲームじゃないんで、やっぱりそのユーザー数が少ないっていうのもあって、しかも俺みたいな底辺なんか見るやつもいないだろうって思ったので、そっからね、またちょっとその YouTube 活動から離れるんですよ。離れるっていうか、なんて言ったらいいかな、やめる気はなかったんですけど、一旦諦めたっていうか、ちょっとね考えたんですよ、何しようかなと。でその TikTok を見てたんですよ、その時は。当時ね、まあ、このダダサバイバー始める前に、でダダサバイバーが出始めた頃の広告を見たんですよ、俺は。で最初はなんだこれと思いつつも、やってみたら面白くて、意外と。で、あ、でダダサバイバー新しいゲームじゃん。で、アプリゲームだから多分ユーザー数そんなに少なくはないと思って、これだと思って、でダダサバイバーの実況を始めたって感じですね。ここに至るまでの経緯なんですけども、まあそんな感じでした。あー、これちょっと、うわ、やってんな、クソ、モジュール地雷っていうのがね、僕のまあここまでのいきさつなんですけども、でそっからね、まあダダサバイバーの動画頑張って作って、こう、まあ、今ではもう普通にコメントとかこう残してくれてる方とかいるんですけど、本当にありがたい気持ちしかなくて、もう最初のそのモンストであったり、まあ、モンストはちょくちょくあったんですけど、モンスターだったり、あとスプラトゥーンもやったりとか、あとね、ちょっとホラーゲームもやろうとしたんですけど、ホラーゲームはね、俺が無理すぎて、もう途中で やめました。でね、もうその時はもうやっぱね、コメントとかね、もうゼロなんですよ。ゼロだし、再生数ももう一桁なんですよ。2とか3とかなんですよ。たまに10とか20とかいく動画もあったんですけど、でかといってね、そのコメントもコメントで、おい下手くそだろみたいな、スプラトゥーンとかだったね、モンストとかもね、いや今の運だろみたいな、まあ、批判コメントみたいなのが多かったんで、まあちょっとね、まあやる気がなくなるって言っちゃうとあれだけど、まあまあやる気なくなるじゃん、頑張ってやろうとしてるのに、なんか批判しかされないし、コメントではで再生数もされないしみたいな感じでね、ちょっとね、うわどうしようかなって悩んでたんですけれども、いやついにここまで来れました。本当に収益化までね、いやまさかいけると思ってなかったんですよ。本当に楽しくやろうと思って、ただ本当にゲーム実況をしてみたいなっていう気持ちはあったんですよ。で、あわよくば今普通に俺社会人で会社入ってるんですけどまあ一応ね、副業的な感じで、まあちょっとお金もね、もうちょい稼ぎたいなっていう欲はあったので、まあまあ別に苦ではないんですよ。今このゲーム実況で、この YouTube に動画を上げるっていうのは俺苦じゃなかったんで、全然。なんか YouTube ってね、ほんと途中でやめちゃう人が多いんですよ。途中で。俺のね、知り合いにもね、YouTube やってた人もいたんですけど、やっぱね、途中でやめちゃってる人いたんですよ。いるんですよ。てか、もうほぼほぼもうみんなやめちゃってるんですよ。ほぼほぼね。だけど俺はそんなにこういうの苦じゃないんで、全然。むしろ自分で編集しながら、自分で自分の言ってることをたまに笑ったりするんで。まあ今ね、ちょっとダダサバイバーと、今、モンスターもちょっとやってないんですけど、まあちょくちょく上げようかなと思ってるんですけど、まあまあ、うん、今、ダダサバイバーかなって感じで。今、でも、あと、今、ゼルダの伝説のティアーズ・オブ・ザ・キングダム、あれやってるんで、ぜひ見てください、あれ。あれは面白いよ、みんな、マジで。見てほしい。あれ、本当に面白いよ、マジで。俺言ってること。自分で言うのもなんだけど、面白いんで、ちょ、本当見てほしい、あれは。はぁってなる。はぁって。
なんでね、Tears of the Kingdom ちょっとぜひ見てください。本当に見てない人、ダダファダバだけ見てる人、本当お願い、ちょっとだけ見て、1時間半ちょっとだけ見て、おもろいから見てほしい。面白かったら高評価ちゃんと押してほしい。高評価ボタンね、押してほしい。本当俺マジでうわ、なんか1個でも2個でもついてくれるだけで今本当すごい嬉しいんで、ありがとうございますって感じなんで、本当に。なので、まあ、今 Tears of the Kingdom 見てない人ぜひ見てください、お願いしますっていうね、まあご報告でした。まあ収益ができそうでした、できそうでしたっていうか、今のところできそうっていうかできてるんですけど、まあ、本当にね、皆様のおかげなので、非常に感謝しております。これからもね頑張りますので、ぜひ見ていってください。あとね、なんかやってほしいゲームとかあったらね、実況したい。ホラーゲームは無理、ホラーゲームは初心者向けとかだったら まだいいんだけど、ホラーゲームはね本当に無理なの。なのでまあよっぽどやれっていうんだったらやるけど、ホラーゲームはちょっと無理なんですけど、まあ、ちょっとなんかやってほしいゲームとかあったらなんか、まあ、一応検討します。全部やるかってやったら全部やんないけど、なんか俺も見て、ああこれ面白そうやんって思ったらやるかもしれないから、ぜひそういうの教えてください。俺もねゲーム別にね、ダダサバイバーが好きっていうわけじゃなくて、ダダサバイバー好きなんですけど、ダダサバイバーは好きなんですけど、別にこれだけが好きっていうわけじゃないんで、俺いろんなゲームやりたいって思ってる人なんで、なんかありましたら、コメント欄で教えてください。はい、やばい死にそう、やばい、あべ喋ってたら死にそう。いやー長かったねー。調べたらですね、2019年の11月あたりから、11月ぐらいに YouTube にそのチャンネルを登録してるんですよ、俺。このチャンネル、ヤマザルゲームズね。やばい死ぬ、あぶねー、やばい死ぬ、あぶねー。ちょっとね、これ iPad だからね、わかんねえんだマジで。敵来るか、どう来るか、よし、あ死ぬ、死にそう、死にそう、死にそうであって、 OK。 肉が近くにないんだよな、やばい死ぬな、これ一回死ぬな、一回死ぬかもしれん。いやここで死にたくないんだよな、あ死んだ、死んじまったー、ここで死にたくなかったんだよな。ただもうやれると思うんで、よいしょ、 OK、 よし、なんだかんだ喋ってる間にボスにまで行きましたね。 OK です。やっと、まあ、やっとねスタート地点に着いたっていう感じですね、マジで。まあ、収益化が目標ではあったんですけど、まあ、収益化に なって当たり前かなみたいな感じだと思ったんで、僕はどうせやるなら収益化したいじゃんっていう話、どうせね、楽しくできるのが第一で、まあそんなね苦しくなったらやめる気もなかったんですけど、苦しくてもやろうかなと思ったんですけど、いやまさか収益化できるようになるとはなーと思って、なんかね収益化できる人ってね、なんかねまあ 20% らしいんですよ。だから5人に1人ですね、5人に1人収益化できるっぽいんで、まあ一応5人の中の1人入れたっていう感じかな。はい、まあまあそんな少なくはないで、まあ、普通にまあまあ普通よりちょっと頑張ったんじゃねえかなって感じですね、個人的に。いやマジでね、本当本当サングラスかけてゲーム実況するのね、ちょっと あまりメガネをあんまりかけないから、かけないっていうか目いい方なんで、そんなサングラスをねかけないんですけど、サングラスっていうかメガネかけないんで、たまにね目がおかしくなったりするんですけど、なんか急になんか涙が出てきたりするんですよ、なんかメガネかけ続けてると、まあ、そういう障害もありつつねやってきました。さあなんだかんだあと3分でクリアするんですけども、チャプターね新しく91から出たじゃないですか、でまた新しいなんか新ボスも出てきてるじゃないですか、あれもねやりたいんですよ俺は、早くねダダサバイバーの先駆者たちに追いつきたいんですよ。まだ見てないんだけどね、まあ、見てないんですよ、その先駆者たちのは見てないんですよ、ダダサバイバーのね、なぜなら興味がないからです。何なんだろうね、別にね俺ねダダサバイバー好きなんだけど、ダダサバイバーのなんか他の人の動画を見たりしてないんですよ、なんか知らんけど興味ないからあんまりね。だからもう今有名ゲーム実況者さんしか見ないから、俺あんまりダダサバイバーのね情報があんまり入ってこないんですよね。だから他の人よ、まあ、僕以外のねダダサバイバーの動画見てくれてる方いると思うんですけど、多分そっちの人の方がね知識は豊富なんですよ。
だから俺たまにね間違ったこと言ってるんで、あんまり僕の情報を信じない方がいいと思います。はい、僕うわ僕のただの直感なんでこれ。ちょっと待ってね。あーそっか、こうなっちゃったか。こう、うーん、強力マグネットでいっかな。今さら忍法書取ってもな。はい、これでいいや。はい、範囲広げて、クリティカル率上げて、攻撃力上げて、クリティカル率上げて、オッケー、3つ、よしよし、いいぞ。まあ、もうこれでやられることはないんじゃないかなーっていう感じですね。まあ、あとはラスボスを耐えしのげば、まあ、あとは余裕で勝てるんじゃねえかなと。よし、はい、攻撃力マックス上げて、もう勝ちですね。さあ、じゃあボス戦来ましたということで、ボコボコにしていきたいと思います。待って、ボコボコにされる気がする、ボコボコにされる気がするですよね。はい、まだあるよ、まだいけるよ、まだ舞うよ俺は。はい、ボコボコにしますよ、ボコボコに。いや、勝てる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 、よし、はい、実質のコーン、オッケー。はい、まあというわけでね、無事収益化ができるようになりましたということで、本当にね皆様には、感謝しかありません、これからも頑張っていきますので、ぜひよろしく、これからもねよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。はい、チャプター85解放、よいしょよいしょよいしょ。というわけでさよなら、バイバイ。